アーロン・ノビックはサンフランシスコに拠点を置くアメリカ合衆国の作曲家、クラリネット奏者、バンドリーダーである。彼はベイエリア、即興シーンに関与し、エドモンド・ウェルズのバスクラリネット・カルテットのメンバーを務め2004年のニューワークス・クリエーション賞を受賞して、チェンバー・ミュージック・アメリカからのプレゼンテーション助成金を受けた。ノビックは 1980年のアバンギャルドなダンスアルバムグラビティを再作成したギタリストのフレッド・フリスと共にサンフランシスコやニューヨークに現れた。ノビックの最新アルバム Secrets of Secrets はラジカルユダヤ文化シリーズの一部として2012年2月にジョン・ゾーンのザディクレコードからリリースされた。Secrets of Secrets はイースト・ベイエクスプレス紙によって 魅力的で猛烈なまでに達成された作品と称賛され、11首イーク紙では、ラビボルムスのエレアザールによる13世紀の神聖なカバラのテキストを使用した豊かな質感と接中的でアバンギャルドなクルズマーとされた。その前のアルバム、フローティングワールドボリューム1は、2011年にポルト・フランコレコーズレーベルからリリースされた。アルバム、ザ・ サミュエル・スイート、シミュラクラ、ギップルは、イバンダーレコーズレーベルからリリースされている。ありがとうございます。